ヒルトン・ジュリアス・アームストロング・ジュニアは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ヨンカーズ出身の、プモトバスケットボール選手。身長211センチメートル、体重107キログラム。ポジションは、パワーフォワード兼センター。高校は、ピークスキル高校でプレーし、高校卒業後、コネチカット大学に進学した。大学の最終学年の時、 9.7得点6.6リバウンド3.1ブロック FG 成功率61%の成績を残し、チームメイトのジョシュブーンとともにビッグイーストの年間最優秀守備選手賞に選ばれた。2006年の NBA ドラフトではニューオーリンズホーネッツから全体12指名を受けた。ホーネッツに所属していた時はブロックショットや運動能力から フロントラインを担うことが期待されたが、チームはシカゴブルーズからタイソン・チャンドラーを獲得したため、その控えとして過ごし、チャンドラーが欠場時には先発に起用された。2010年1月11日、2016年のドラフト二準指名権と引き換えにサクラメント・キングスにトレードされ、さらに同年2月18日、ケビン・マーティンと共にカール・ランドリー。 上位動シートの引き換えで、ヒューストンロケッツにトレードされた後、数試合出場した後、4月10日解雇された。同年7月13日、ワシントン・ウィザーズと契約した。2011年2月23日、カーク・ハインリックと共に、マイク・ビビー、ジョーダン・クロフォード、モーリス・エバンス。 2011年のドラフト一巡目、指名権と引き換えにアトランタホークスに移籍した2016年8月、B リーグのチュバジェッツと契約。2017年7月、琉球ゴールデンキングスに移籍。この後名古屋ダイヤモンドドルフィンズに移籍。ありがとうございます。